ました。ザ・レスポンス・ポッドキャスト、ナビゲーターの山田です。小川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さて、実はビッグニュースが。ビッグニュースがありまして。小川さんに。俺というか、まあ、俺にとってもすごいビッグニュースなんだけども。はい。世の中にとってビッグニュースが。何すか？ iMac がね、新しいのが出たんだよね。ほう。え、そうなんですか？そうなのよ。知らん。やばくね？それほんまに世の中に対してもまあまあちゃんとニュースです。そうそうそう。なんか嘘かなと思ったんですけど。ほんまのニュースです。そうなの。ほら。プロ、MacBook Pro ニューが出てしまって。マジっすか？え、もう買ったとこなんですか？そう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 。買い替えたくてたまんないの、俺は。何がいいんですか？じゃあ、それをちょっと。何がいいか。多分スペックがいいんじゃない？まあ、そうなんですけど。多分スペック買ってるだけでしょ。あ、そうなんですね。うん、その見た目とか別にそんなに。いや、そうでしょ。変わらず。仕様が変わってる。多分メモリが、あ、メモリ増えになったのかな。そうですね。メモリ8ギガのまま。小川さんって、でもそうなんですかね。アップルとか、うん、あの、まあ、iPhone とか、うん、アップルのことがめちゃめちゃ好きじゃないですか。うん、で、こう、それ以外のものを、こう、ものすごい排除しようとしちゃうじゃないですか。うん、その、あれはちょっとその根源というか、さっきもこう、社内でマネージャーが集まって話してるときに、うん、結構真剣な話題してる、話してるときに、誰かが、いや、アンドロイドでうちの商品見てたら、アンドロイドで見てるって何やねん、みたいな話出せたじゃないですか。その、なんですか、その、ブランドの絵のその、忠誠心というか、なんでそんなに養われてるんですか。そう言われてみるとそうだね。だとなんですか。まあ、なんでだろうね。いや、やっぱ、Mac はね、はい、全然 Mac の話になるけど、Mac 使ってた時に、はい、いかに俺は騙されてたのかと思ったんです。あ、その Windows とか使ってた時に。そう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 。あの、全然パフォーマンス違うじゃん。まあそうですね。ね、立ち上げとか特に。もうそうだし、なんか、あらゆる点で、ね、まあ最初使いにくいけどさ。はい。慣れてない。慣れてないから。あらゆる点でパフォーマンス違う。これ同じパソコンって呼んでいいの？みたいなね。怒りを感じた。そう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 。騙されてたみたいな。ああ。その怒りで、もう、Windows めみたいな。なるほど。しょうもないことしやがって。それで、えげつ、そこまで、ちょっとまあ、昔お世話になってたなとかじゃないですね。この野郎、この野郎だって、なんだかジェームス好きな方やからさ、はい、最大のタイムマネジメントは Mac に乗りたいことですよ。マジっすか？好きだ。その通りだろうなと思って。なるほど。ちょうどこいつらと思っても、それからジェノサイドをね、会社で、そう始めていくわけですよ。システムを開発してる人にとってはね、Windows がいいみたいなので、その、かなり危機感を持ってはりましたけどね。もうね、はぁみたいな。何それみたいな。いつまでおもちゃ使ってんのみたいな。そういう、おもちゃその怒りがやっぱりそしたらちょっとブランドのあれになってるんですね。そうね。騙されてたと。やっぱりほんなら基本的にはやっぱり商品のクオリティっていうことなんですかね。そういうブランドの、なんですかね、その忠誠心っていうか。そりゃそうじゃない。やっぱりそこなんですね。いや、圧倒的にクオリティ高いでしょ。まあ、アンドロイドは俺知らないでディスってる、ね。その、知らないままディスってる。あの、パソコンで養われたアップルの忠誠心がそのまま、あの、スマートフォンの方に来てるっていうだけってことですね、うん。だって最近さ、やっぱ、あんまり物欲とか湧かないじゃん。そうですね、その、うん、ほんまの、その、フィジカル的にそのものが欲しいというか。そうそうそう。ね、なんかお金払ってなんか買いたいなっていうのが少し少なくなってんだけども、うん、まあ、唯一あるのがアップル製品ぐらいだよね。まあ、それは、やっぱり好きやからってことですか。感情的なもので。そうそうそう。やっぱなんか刺激するじゃん、こいつら。こいつら。でも iMac Pro ってなってる。やばくないこれ。でもそのやばくないっていうその感覚があれなんですよね。もう完全にこう、理由はでもないですよね。理由はすごいっていう。すごいパフォーマンスだみたいな。黒いみたいな。ただ絶対使わないと思う。どういうことですか。こんなパフォーマンス絶対いられない。ああ、そういうことですね、うん、でも気持ちの問題ってことですね、うん、そしたらほとんどライティングとか使わないじゃん。まあそのテキストですから、ね、プレゼントとか、ね、そのことですね。ビデオをねガリ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 こう編集するとかないじゃんですね。完全に使わないんだけど、これ12月発売だから。あ、まだですね。ぜひ。ちょ
ちょっと既存の新しい iMac は出てる。ちょっとこれは購入いきますかみたいな。とりあえず。何があれかって、はい、全然関係ない話だけど、はい、今までの iMac は、Mac がね、新しい外付けディスプレイ出してる。ああ、新しいんですか？ Mac じゃないんだけど、ヒュンダイじゃなくてどうだっけな。どっかのね、韓国のメーカーがね、サムスンの子忘れたけど。Apple につなげるってアップで Mac につなげる。外付けディスプレイだし、はいはいはい、その外付けディスプレイがレティーナ。ああ、なるほど。今までレティーナじゃない外付けを使ってたわけ。だから普通の外付けディスプレイ使って、Mac の純正の外付けディスプレイ使ってて、iMac とか Mac 使ってたんだけど、iMac とか MacBook がレティーナになったじゃん、ディスプレイ。はいはいはい、ですね。レティーナのディスプレイになるけど、こっちの外付けディスプレイはいつまでたってもね、変わらなかったわけ。あ、な出てなかったんですか、レティーナ。多分売れないからかなんか知らんけども。あ、なるほど、その Apple の。いつになったら出るんだと。はいはいはい。ね、なんでかっていうと、外付けディスプレイすると、右側レティーナで、左側系がちょっと低いっていう、なんかこの、謎のね、この、左側。でかい方が、この見にくい。左の画面持ってったらなんか解像度落ちるみたいな。なんかこう、汚くなる。そうそうそう。なんかこう、これで、俺これ目が悪くするんじゃないかと思って。確かになりそう。最後出へんかと思ってたら、出たのよ、ついこの間。はい、でも結局、アップルは作らないと思って別の会社が作ってて、うん、で、それが27インチとかの。アイスね、でかくて。やつで、よっしゃ、これで iMac とつなげたら、レティーナ、レティーナで、来たぜと。やっといけると。え？思ってやったら、こう、つながらないのね。マジか、どういうことですか？勝ったんですね、そしたらもう。いや、まだ勝った。あ、調べた。あ、なるほど。つながらない。なるほど。あれこれ、つながらない、どういうことやろって。で、まあ、いろいろ Mac の人にも聞いたんだけど、いやー、つながりませんね。どういうこと？それなんか、つなげる方法があるんじゃなくて、つながらないんですか？あのね、レティーナはやっぱ解像度が高いから、はい、そのつなげるケーブルの、あ、データ量が。そうそう、データ量半端ないわ。だから、なんか、サンダーボルトの3か、USB-C か、なんか、じゃないと、つながらなくて、もちろんそのポートないから、ね。なんやと。なんやと。なんはみたいなね。誰も繋げられないじゃん、それは。MacBook Pro には繋がる。ああ、なるほど。なんやと。そういうことですね。あの、本体というか、そうデスクトップの方は、ちょっと。で、こう、って思ってったら、iMac がリニューアルされて、もちろん繋がるわけですよ。あ、なるほど。もちろん繋がるわけですよ。じゃあ、こっちに。そう。行くしかない。きっさーと思ってね。俺もこの、これ昼ぐらいに見つけたけど、はい、あんまり仕事になってない。これはこれダメじゃないですか。仕事の生産性を上げるっていう話から始まってましたけど、ね。生産性ドーンってやったーって思ってたけど、やった。で、もうよだれ出しながらサイト見るっていうあれです。どないしようみたいな。このプロを買おうか、iMac を。でも12月とかなんですよ。プロ12月やから、やっぱり手前でね、欲しいと。なるほど。今すぐ欲しい。エモーションですから。今すぐ欲しい。うん。いやし、プロは使わへんやろと。使わへんというか。iMac プロは使わへんやろ。なるほど。っていうようなことをこう考えながら。買おうか買う前かということに頭を使いながら仕事にならずと。仕事にならない。なるほど。これはよろしくないですね。これはよくないですよ。よくないですね。非常によくないです。はい、今もうね、あの、ポッドキャストを撮るというより、こっちをちょっと読みたい。今ね、パソコンで開いてそのサイトを出してますけど。そうそうそう、見たい。ちょっとよ、もう一回ちゃんと読もうかみたいな。そうそうそう。この特に裏のポートとか何があるのかとか見たいと。あの、ディスプレイの裏、そのなんかポートがどれぐらいなんかとか。USB-C が2つあるぞ。これは、ファンになったらダメですね、これは。あんまりファンになったらダメですよ、これ。自分のビジネスのファンにならないとダメですね。ああ、いいこと言うね。なかなかもう本当にこう情熱は僕には伝わってくるんですよ。これが聞いておられる方に伝わってくるのかわからないですが。ちょっとね、真面目な話も。真面目な話しますよ。この、なかなか真面目じゃない度合いが凄まじかった話。この、だってマジックキーボード点キーついてるから。やばくない？あ、いいっすね、点キーついてるの。これ持ってたのよ。なんかケーブルがあってたのよ、昔のやつは。はいはい、気に入らなくて、もう、このケーブル。その、なしにしたいわけです、ね。そう。ってなったら立ててきたわけです。間違ったやつが。どうする？買う？もう早く買ってしまって、早く仕事した方がいい。
もうこれはそっちの方があの別にあのいいですよ、ね、昔ロイスに同じこと言われて今俺は iPhone6 かを買おうか6プラスが出るのを待とうか違うプラスか普通のサイズかどっちかですか迷ってるみたいなのコーチングセッションであの高いロイスのやつコーチングセッションでどっちか買おうか迷ってるみたいなの二十歳してるんですかお前アホかと両方買えちゃうとりあえず買えと両方買って気に入った方を使って、うん、気になった方はもう社員にあげろってなるほどみたいなその方が生産性高いのみたいなもうずっとあれ欲しいあれ欲しいあれ買いたいどうしようかなずっと頭であるんですよそうですね脳内シェアを取ってますよねものすごい取るからものすごい取るですねこれは良くないですよだからまあアイマックも買うしかないっていういやとりあえずこれも買ってしまうと誰かにあげるとりあえずこれ買ってしまって、うん、もうこの悩みを、悩みというかまあ、そうそう楽しいんだとは思うんですけど、この悩みが。はい、ということで。今買ってもいいってこと？今買ってもいい。マジで？その、今ってこの、今の悩み。まあちょっと、まあ、そのままにしましょう。そうしましょうか。はい、ということで。カートには入れとこう。めちゃくちゃほんま好きなんですね。なるほど、すごいな。ちょっと真面目な話もう震災橋のアップストアでちょっと盛り上がりたいぐらい出ましたねあの酒とか飲みながらみたいなノリですね出ましたねアップルストア内でですかそうそうアップルストアの店員オタクの人たちが集まるみたいな感じな雰囲気やっぱ、ね、繋がんないとみたいなまあまあまあデュアルはいいよ2つ、うん、まあ僕もあの自宅のところではやってますけどレティーナとかではないですけどはいということでさあビジネスの話しましょうビジネスの話しましょう何の話だったの何の話まだ何の話なんですか始まってたんですね。バッグの話だった。バッグの話か。で、まあまあ、真面目な話というところで。で最近、うちの、こう、なんですかね、売ってる商品の中で、なんか、社長とか起業家のための勉強法みたいなやつが結構売れたんですね。え、そうなんだ。そうなんですよ。で、どうしましたまた、iPad ちょっと、これを閉じましょうか。これは凄まじいですね。この情熱が。ああ、10.5 インチか。ああ、なるほど。今度 iPad の方にも行ってる。iPad も新しいの出てるんですね。出てるっぽいね。なるほど。ということで。はい。はい。で、勉強法が、売れたということで。まあ、うん、最近やっぱりまあまあ、お客さんの話とかも昔、ちょっと前ですけど、うん、聞いてて、やっぱりこう、いっぱい学ぶことがありすぎて、うん、もう、大変だと。だからこう、そういうのも売れてるのかなっていうふうに思ったんですけど、うん、このマーケティングとか勉強しだすと本もいっぱいあるじゃないですか。うん、昔、ほんま10年前とかだとね、全然ないっていう状態ですけど、今は結構増えてて、うん、ライティングの本とかも結構あるんで、まあ、いっぱい学ぶことがあってっていうことを言った人が多いんですけど、へで、それで、あの、まあ、そういう人が、こう、なんですか、いっぱいある中で、どういうふうにこう本とか、何学んだらいいかとか、選んだりとか。そういう人にね、ぴったりのデバイスがあります。デバイスデバイスがほほほ。新しくなった iPad Pro。これはエグいな。iPad Pro ね。フレキシューっていうアプリがあってね、それ最近ね、ちょっと楽しくてやってんだけど。これマジの話なんですね。うん。役には立たないけどね。役には立たないけど、フレキシューっていうね、勉強用アプリがあるよね。なるほど。で、勉強用アプリ。PDF を見ながら同時にノートを取れるっていうね。ほう面白いでしょそうですね。まあ、こういうのを見ながら、こう、例えばここね、こことかってわかんない。そうですね。PDF をこう指さし、その書いてある文字のところを指さして、で、下からね、このノートが出てくる。ほう。ちょっと多分これ Apple Pen がないから、うん、できた。アップルペンでノート。アップルペン、そうそう。ペンで書きながら、PDF 見ながら線引いたりとかね、いろいろできるという楽しいアプリが出てるぞと。なるほど。それもアップルペンじゃないとダメなわけですね。アップルペンじゃないとダメです。ダメです、なるほど、そこは。うん、それを買ってくれという。うん、ちなみに、アップルペンでね。はい。話、大丈夫？まあ、もう無理かなという。アップルペン、これ見て、はい、こういうゴムをつけるとね、非常にこれ使いやすくなるという。あの、ドクターグリップ、昔で言うとドクターグリップみたいな。そうこれね、アマゾン売ってんだよ。いっぱいこう、ツールをいっぱい使ってますね。ツールいっぱい使ってるけど、なかなかね、出番ないけどね。ペンと。
そうそうそう。ペンモは今、いくつか。ペンモいくつか。そんな種類ありましたっけ、ペンって。あのね、あるあるんですか、あの中にあるモンブランっていうサイトに行くといくらでもある。ああ、そのリアルな方のペンですね。そうそうそう、あ、なるほど。いやね、最近ね、仕事柄、やっぱ、経営の仕事しなきゃいけないじゃん。マネージャーって。で、それが、やらなければならない仕事なの。マストな仕事。そうですね。で、でもやっぱクリエイティブやりたいじゃん。その、楽しい、ね。マーケティングをね、やっぱ忘れたくないという思いがあるわけですよ。で、マーケティングやって。まあ実際結構やってありますよね、ある程度は。でも、マーケティングやると、やっぱ生産性低いんだよね、簡単に言うと。マネジメントでなんか施策をやるのに比べると。だってなんか自分でキャンペーンやって5000万円売り上げましたって。全体の売り上げからしたら 1% ないとか、そういうわけじゃんね。だから それにお前の時間何時間使うねみたいな。2週間使ったら52週のね、何パー ?5% とか。そうですね。1週間使ったら、うん、そうですね。そんな実際体感的にはもっと使ってるイメージだよね。そうですね。52週の2週間、そうですね。5% ですね。うん、祝日とかやるとね。そうですね、うん。そうじゃん。だから、やっぱマーケティング、の業務がやっぱりそのなんとかパフォーマンス低いのよ。そうそう、自分の中ですね、社長業っていうのを調べると。そうそうそう、でもやりたいと。だからこう自分で決めて、ね、1ヶ月に1本だけそのクリティカルなあのなんちゅうの、うんうん、クリエイティブを作ろうと。そのクリエイティブ作るにしてもインパクト大きい社内でこれがうまくいったらでかいやろうみたいなのをやろう。だからフロント周りの話とか、あ、はいはい、新規のところですね。フロントからのファネルを作るとか、うん、そういうのを月に1本だけやろうと。で月に1本だけこう自分に許して、はい、この時間はもうね生産性高が大きくからいいと、まあ、半分遊びみたいな。そう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 ですね。でやってで、決めたのがこれを1個作るごとにペンを買おうと。ほう。これが出来上がったら、その、まあ自分へのご褒美的なね。趣味やった後にもう一回ペンがもらえる。そうそうそう。だからこれ普通に、だから単純にね、こう、あ、これええなと思って買うと、なんか罪悪感がね。なるほど。なんだろう。だって、ペン何本も持ってて、ね。またさらにペンを買う。ね。これちょっとあかんなと。ね、しかも、ね。楽しくないと。ただ単純よ。てめえが欲しいだけじゃん、はいね、それでよしとね、セールスレターを書いたらその証としてこうペンを買った。それをねやって、でもうついこの間まあ、1個仕上げてで買ったのよ、はい、でちょっと万年筆欲しかった、万年筆買ったので、今万年筆があって、そのペンがこ の,、ね、このシリーズのオムランのシリーズがあるんですね。ペン買っていくつかあって、でさらに iPad の Apple Pen もあるから、もうなんかねどれ使うみたいなそのデジタルのペンとリアルのペンがこうずらっと並んでるわけですね。並んでて何かを考えようとか、何かノート取ろうとか、どれをこうでやるか一番まずはその紙で書くかそれとも iPad で書くか、そうそうそう、でその紙に書くにしてもどれで書くか、そうそうそう、やっぱこの紙には万年筆なのか、いや、図柄を描くにはローラーボールなのかみたいな。ということは考えるときはローラーボールのがいいのか、やっぱ日誌とか描くときには万年筆がいい。なんかでも万年筆描くとかっこいい。ね、万年筆で描くと字がグニョグニョってなる。後でめっちゃ読みにくい。なるほど。でとか迷ってる間にやっぱ10分とか経ってくる。めちゃくちゃ迷うじゃないですか。15分経つ。それ毎日の話ですよね。それ毎日の話。で、だから書いてある場所だんだんバラバラって。あ、でもそうですね。いつも同じ場所に書かないと。時には iPad の中に、あとあるアプリの中にあり、時にはノートにあり、時には iPad の別のアプリにありみたいなね。なかなかひどい状態ですね、これは。なかなかね。うん。ダメ。なかなかびっくりするよな。だからこれが悪い例です。なるほど。ね、生産性を。だから勉強する本とかっていう、ちょっと忙しいとか言ってるけど、そんなことの前に。だから、本も一緒なのよ。なるほど。
ここで本人合流してくるみたいな。なるほど、すごい。本も一緒。この、なんて言ってたのところ、見えないパンチというか、すごい、こう、角度から来ますね。関係あったのか。関係あった。一個だけに絞ればいいと。あ、なるほど。本もたくさん読まなあかんっていう。そもそもね、本、大体知識の幅を広げようっていうね、発想でいろいろ読むわけだけど、はいはい、幅広げてもね、あの、まあ、ステージにもよるけども、あの、うん、あんまり、いいことないよ。その、特に最初の方はってことですか、なんか、そうそうそう、学び始めとか。経営とかやるときは、ね、マネジメントとか経営とかやるときは知識の幅がすごくね、やっぱ、はい、ジェネラリストとしてそう。全体をこう見ないといけない。最初、マーケティングの売り上げ上げるっていうときは、スペシャリストにならないといけないから、はいはい、あの、たくさんいろんな本読むの、まるで意味ないし、はい、ね。一つのジャンル、一つのところも、ただ深掘りひたすらするのが一番いいよね。なるほど、ね。新しいのどん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 出てくるから、絶対そっちが楽しく見えるから。でも、そういうのは、まあ、ね。やめた方がいい。新しいアプリがね、ノートのアプリが出るの一緒だから。なるほど。フレキシブルに書こうか、グッドノートに書こうか、いや、コンセプトに書こうか。うん。グッドノートは同期するけど、まあ、コンセプトは紙広がるし。考えたらいそんなこといいからもう本早くノート書けよみたいな。でもそもそも紙に書いた方がなんか想像的になるとか言うし脳の働きが違うんですよね。その紙やってる時はこう想像の方が動くけど、パソコンやってる時はそのなんかこう編集する方が的なことを言ってるドアホと一緒ですよ。なるほど。ことです。どの本を読もうかなって言って迷ってる時間があるんやったら、少なく絞ってとにかく読めみたいな。そう。てかもう、どの本読もうかなって迷ってる時点でね、もうなんか、興味がね、多分分散してると思う。なるほど。もう一個に絞りなさいと。ね、で、一番、まあ、俺は、その、セールスライティングとか、はい、そういうのに絞るのをおすすめしてるけど、まあ、セールスライティングじゃないにしても、うん、なんか、Facebook 広告でもいいし、なんだろうね、LPO とかでも、なんでもいいから絞ってさ。そこを深くやっていかないとダメだよね、今の時代は。確かにそうですね。うん、こう、初めにね、ジェネラリストになっても、得意分野みたいなのがやっぱないと、そうこうね、使えないじゃん、こう突破できないですよね、その一定のラインを超えるというか、みんな他の、市場の他の人たちよりも、ここはもうできますというのがないと、この売りがないというか。ジェネラリストっていうのはなんか、将軍みたいな。そうですね。で、やっぱスペシャリストは、まあ、ある意味兵隊みたいな。そうですね。だけど、じゃあ、最初からジェネラリストになんかいろんなね、分野のやつを呼んで、スペシャリストじゃなかったら、すげえ、なんていうのかな、喧嘩の弱い将軍みたいなね。戦場に行ったら、偉い弱い将軍みたいな。自分が戦うってなったらめちゃめちゃ弱いけど、指揮は任せてくれるみたいな。いや、誰がお前に指揮さすねみたいな話ですけど。そう。今はほら、嘘つけみたいな話ですけど。絶対嫌やみたいな。そうですね。まあ、ものすごい、剣術で、ものすごい、一緒に、戦ったら俺はめちゃめちゃ弱いけど、教えるのものすごい。そうそう、何言ってんのみたいな。その状態祝すんのは、俺しかできない。任せてみたいな話ですね。ちょっと剣とか重いし、みたいな。なかなか抜かないです。まあやっぱり、ちょっと、切ったりもするからね。謎の、マインドの弱さを出すっていう。切ったら怖いやん。まあちょっと人切んのもちょっと怖いやん。ちょっと言い出すっていう。チートが出るし。チートがあんまちょっと気持ちゲロ入っちゃう。感じになるやっぱり、ね。誰がお前に習うねんっていう話ってやっぱり、ちょっとなってしまいます。なりますね。なりますっていう、ね。じゃあ、ということはこの、本とか、なんかやることが多いとか、まあ本読むのが多すぎてどうしていいかわからんってなったら、もう本読むのが、量が少なくなるぐらい、どの分野に絞るかっていうのをガーッと絞っていって、じゃあほなこれを、この5冊読みましょうとかに絞って、それ何回も読むとか、1回でなくて。本とか情報を絞るんだよね。そういうことですね。で、やっぱどうしても本をさ、何冊読んだかみたいなのを、自分のレコードにするじゃん。ちょっとこう気持ちいいですよね。本棚にこう読んだ本が並んでいくというのは。でもさ、やんなかったら意味ないよね。そうですね。行動しないとね。だから、まあ、もう最近、まあ、常に読んでるけども、なんかやっぱり行動できるアイディアが1個2個出ればいいかな、みたいな。
ノリだから、まあ、例えばマーケティングの本とか読むんだったら、そのマーケティングで実施できるキャンペーンのアイディアとか、ね、あのコピーのなんか部品とか、そういうのをこうね、引っ張り出す、そして、まあ、実行するっていうのが、やっぱ一番だね。ただ、単純に勉強法を学んで、大量の勉強して、実行ゼロとかって意味ないからね。そうですね。なんか、よく僕もちょっと今の話聞いてて思い出してましたけど、あの、資格とかも、ものすごい数取らはる人とか、いるんですけど、いや、もうそれやったら何個か資格取ってもう働いたらいいんじゃないのっていうのを、僕は昔が結構思ってたんですよ。すげえいっぱい取るな、みたいな。働かないよと思う。で、なんか、そのね、資格の取り方みたいなのをその人はまあ教えてはったりとかっていう人がたまに、ものすごい数を、これ取って、またこれ取ってみたいな人は、まあ、その雑誌に載るような人はほんまに何百とか取ってる人とかも。ハマってるだけ。まあでもその楽しくなってきてるんだと思うんですよ。その、取るって、なんかこう、レベルアップしてるみたいな。わかるけどね。そうなんですよ。じゃあ俺も今さ、そういう経営書とかいっぱい読むけども、読んで、まあ勉強になるんだけども、もしかしてこれ何も進歩、時間無駄にしてるだけじゃないかなと思うこともある。こう、楽しんでるだけじゃないか。そう。ただ、俺の場合は結構、その、強みの判定とかね。はい、自分の何が得意でというか。やったらもう明らかにその、そっちが強みみたいなね。そっちというと。あの情報収集とか、学習とか、そういうのが好きだから。はい、要は、学習空気みたいな。それをやめたら死ぬみたいな。ああ、なるほど。その人の本質としてって、ね。そう、まあはい。でも実際自分でも感じるんだけど。はい、自分が一番アイディア出たり考えが発展するときってやっぱ本読んでるときとかそういうときなんだ。だからもうこの時間はあえて取った方がいいと思ってもう習慣化して取ってはいるんだけど、時々喜ぶものじゃないかなと思うけども、いや違うと。でも実際確かにその時間で出てるアイディアってのはすごい多いよね。だからまあまあいいんだけども、まあね、無駄になるかもしれないから、人によっては。そうですね。なので、まあ、もう、小川さんとかみたいに、もう、読むの、本を読むとか、知識を集めるっていうのが、まあ、こう、なんていうの、自分の本来の本能に、こう、くっついてるみたいな感じの時は、まあ、時間取ってやって、でも、実用的に考えるんやったら、ぐぐぐっと絞って、自分の範囲を決めて、守備範囲を決めて、そこを固めて読むという作戦でやってもらったらいいんじゃないかと。でね、ペンもいっぱい買うんじゃなくて、そう、自分の使うべきペンは何かというのをせめて一回深く悩んでもいいから悩んで買ったらもうそれずっと使うという。いや、ノートも好きだよ。ノートもいっぱいある。でもどれから行こうか。そうです。書くという行為に対するハードルの高さがすごいですね。選択を、しかもね、なんかやっぱ高いノートがいいじゃん。まあ、まあ、それはでもそうなんです。高いノート買うじゃん、はい、高いノート大抵分厚いのよ。はい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 。書き終わらへんやんみたいな、ね。みたいなね。だから今もね、このカバンの中にね、これでハワイ旅行行ってきた時に、はいはいはい、買ったこうね、手帳みたいな感じのね。いい感じのノートがあるでしょ。あ、これに使いたいなとか思いながらいるんだけど、これに書いたらいつ終わんねやろ。これはやばいっすね。やばいっしょ。これ書き始めたら、もう永遠にね、終わるまでやっぱり書かないと。そう。もうかっちょいいじゃん。かっこいいですね。ハードカバーだしみたいな。なので、そういうのは、買いたくなっても、ほんま我慢する方がいいって話ですね。こういう風になったらダメですよ、という。だから、こう、ツール、コレクション魂みたいな感じで、こう、うん、物を分かってしまうときは、まあ、それは多分誰にもある程度あると思うんですけど、本とかもそれになってる可能性があるんで、やっぱり実用性をやっぱり、重んじて、ね。マーケティングのノウハウとかもね。そうですね。今月のノウハウみたいな。でも結構それは僕も聞きたいですけどね、その残念ながら。残念ながら、とりあえず聞きたいです、ね。いいこと聞いたなーみたいな。うん、で、あ、売り上げ上がったな、もうこれでって、その気分で寝るっていう。あ、最高ですね。その、やらないってね。飯行こうかな。儲かったから、よかったか、それ。ダメだったら絶対儲かるよ。そうなんですよね。これがやっぱ良くないというね。そこで、やったって言って、ね、セルセターの糸でも書き上げて、パッて出して、ほんまに売り上げ上げるんやったらね。その苦しいところちゃんとやればね。そうなんですよ。まあ、苦しいんでね、実際。なかなか、そんな簡単にはいかないんで。
嬉しいことかってなるんですね。儲かった気分をもうちょっと味わおうかみんなでみたいな。いくら行くみたいな顔のいいようにして。それ他のとこでもできる。他のとこで一発やったらこれぐらいで、他のとこでやったら継続的にできんちゃうかみたいな話まで発展しますね。そういうこう謎のね無駄は。そうならないようにとしてくださいね。僕らみたいなその変な感じにならないように。実行しないと何も生まれないよ。ですかね。ということで、本も気をつけてくださいということで、はい、はい、たくさん読もうとするということ自体が、ちょっと危険だよということですね。はい。ということで、初めはね、もうその、このまま、アップルの話で終わるんじゃないかというぐらいの感じでしたけど。今、俺の心はもうアップルのページに戻ってきてます。そうですね。カートを表現してる。カートから買おうとしてますね、うん。はい。ということで、でもまあ、ね、絞るのが大事ということで。10.5 インチだからさ。それ12、この13インチのやつ持ってるわけ。はい、9インチのやつも持ってるわけ。で、中入れてきたでしょ。はい。したら俺、これ、どの iPad 使おうかなっていうのが、ね、でもまだ買おうとしてるんですよね。これは、実際俺、この13と9で迷いながら使ってるから。これはダメですね。これはやっぱり、あとはやっぱり、もう一個はやっぱり、セールスとかで感情に火をつけると、もう、あかんって分かってんのに、もうこんなにも買ってしまうというところもありますという。そう、そういう、そう学んでいただければ。ということですね。うん、小川さんみたいな状態、今の小川さんみたいな状態に楽しく、喜んで、こう、無駄なものを買うという。取り込んでいくで、楽しいな、みたいな、いうことになるという。まあ、こういう売り方もありますよ、ということで。まあ、アップルマーケティングうまいですね、ということですね。はい、ということですね。はい。では、まあ、このまま行くと、もう最後の方にもアップルの話が来ましたので、アップルの話は、まあ、全くカットはできないということが決まりましたので、このまま。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。